ただいまから文教育組委員会を開会いたします。地産届が久保田委員から提出されております。本日は文化市民局関係で付託議案1件の審査及び一般質問を、次に子ども若者育み局関係で付託議案7件の審査、報告1件の聴取及び一般質問を、次に教育委員会関係で付託議案3件の審査、請願1件及び陳情5件の審査並びに一般質問をそれぞれ行うことといたします。なお、本日行う一般質問については、昨日午後1時までの事前 通告制としております申し出のあった方以外の委員の質問は当該質問に関連する内容以外は認めませんのでご承知おき願いますこの一般質問および請願陳情審査は関連質問も含め1局ごとに各会派に割り当てられた時間内で行っていただきますのでよろしくお願いいたします委員および理事者におかれましては的確かつ簡潔な質疑答弁を行っていただくなど円滑な委員会運営に格段のご協力をお願いいたします子どもえなお山本 副委員長から。 子どもの者育み局に対する民間保育園等への人件費等補助金の拡充についての一般質問について取り下げの申し出がありましたのでご承知おき願います最後に前回の委員会で子ども若者育のみ局および教育委員会に要求いたしました資料については議員団室に送付しておきました以上ご了承願いますそれでは文化市民局関係の付託議案審査を行います議第110号京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例 の制定についてを審査いたします理事者説明願います対馬暮らし安全推進部長着席して説明してくださいはいありがとうございますそれではこの度の司会に提案しております文化市民局関係の条例改正議案についてご説明させていただきますお手元の議案説明資料ナンバーワンの議3ページをお開きください 議第115京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございますまず1条例改正の趣旨でございます戸籍法の一部改正に伴い戸籍関係の証明書等を新たに交付することができることとなりましたため当該事務にかかる手数料の徴収に関しまして必要な規定を定めようとするものです具体的には括弧1 本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口で交付する戸籍証明書及び除籍証明書。括弧コ2、戸籍、除籍、電子証明書提供用識別符号等通知書。括弧三3、届書等情報内容証明書の3種類です。次に、2、条例改正の概要でございます。先ほど申し上げました新しい戸籍関係の証明書等について、 徴収すすするるる手数料を市長が別に定定める額ととしして規定しようとするものです具体的な手数料につきましては、全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして、今後交付される地方公共団体の手数料の標準にかわする政令に定める手数料の額を標準とし、別途本市条例施行規則により定める予定です。なお、政令案では参考で記載 いたたししままし通りりの額が示されております3施行期日でございますが戸籍法の一部を改正する法律令和元年法律第17号附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行することとします。本件議案につきましては国において制度の開始日を令和6年3月1日とすることを示しており市民周知をはじめ必要な準備行為を進めるため この十一月司会において提案させていただくこととしたものです以上をもちまして文化市民局関係議案の説明を終わらせていただきますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは質疑のある方挙手願います、えー、なければ以上で二託議案に対する質疑を、えー、質疑を終わります、えー、それでは次の一般質問に関連のない理事者はこれで退席願いますお疲れ様でした それでは一般質問を行います、えー、昨日までに寺田委員から動物園開園120周年特別番組について久保田委員から横尾路運動公園のトイレの整備について山根委員から、えー、東吉祥院公園の廃止についておよび交通安全の取り組みについて片桐委員から男女共同参画の視点からの公的広報の在り方についてそれぞれ一般質問の申し出がありました。 そこでお申し出いただいた項目を踏まえ先ほど申し上げた順にそれぞれ通告のあった質問と関連質問を行うことといたしますまた質疑にあたっては所管事務の範囲から外れないようにお願いいたしますそれではまず動物園開園120周年特別番組について寺田委員どうぞ。 寺田大おはようございます動物園開園120周年ということで。えーまああのー いろんなイベントといいますかそうしたことが行われているということでございますけれどもその中で120周年ということで特別番組をという構想といいますかそういったお話が私も聞きましてですねそしてなかなか京都市財政厳しい中で120周年の特別番組を作るのに まああのそのあたりですねどうしたものかというところの中でまあ民間からですねそうした120周年特別番組へのまあ応援といいますかそうしたものがあればですねまあ京都市としてもやはりしっかりやっていこうというまあ一つの何と言いますかきっかけになるのではないかなということでまああのそうした動物園を応援したいという方にですねまあお願いしたところ先般ですね10月31日でしたけれども 動物園で、まあ、あのこの120周年特別番組への協賛という形で、えー、ご寄付を、まあいた,だいたということで、まあ、あの京都武田病院や松岡昌一さんそしてまた、えー、松岡さんは個人としても、えー、寄付をいただいたということでございますので、まあ、そうした中でですねやはりそうした動物園を応援したい思いというのはほか、まあ、にも多くの方がおられるというふうに思います。でそののきっかかかけっていうのはなかなか どういうタイミングでしたらいいのかとかそういうのはこう,うまくキャッチできないといいますかそういった部分もあろうかと思いますしも私もさまざまな方に動物園を応援してほしいという思い、まあでまあ、京都で生まれ育った思うとすれば、えーまあ、誰しもといいますか動物園に行った思い出があったりとかです、ね、あるいは、まあ、京都で生まれ育たなくても動物好きだとかあるいはそうした動物園を応援したいという方は ああの数多くお入れになると思いますます、あ、その中で、やはりこのまず120周年特別番組へのですね思いといいますか、そうした、えー、ことをお聞きをしたいと思います、はい、坂本動物園長。はいえー、120周年、えー、記念番組についての思いということで、承、えー、りました。 あのまあ動物園、今ちょうど明治36年に開園しまして120周年を迎えているところですけれどもえ記念番組の制作ということでえまあ当初、予定して予算化しておりませんでしたところを寺田議員にもいろいろ仲立ちしていただきまして寄付をえ民間からの寄付をいただくことができました。 ご紹介にありましたように、えー、京都武田病院の、えー、院長、それから、あのーまあ、会社として、えー、松岡商司様、そして、えー、個人として松岡様、はじめさまざまなあの団体や、えー、個人の方から、えー、寄付、それから協賛をいただきまして、えー、番組は市の負担、まあ あの一部、えー、広報課に50万円ほど負担していただいているんですけれども、えー、ほぼ市の負担なく、えー、番組を制作することができ、3月の20日に、えー、放映を予定しております。でそれに合わせて、えーまあ、ニュース番組の中でも10分程度の番組を6回、えー、放送をしていただいているところでございます。でこのの周年記念番組といいますのは動物園が 今、開園して120年を迎えた今の京都市動物園、今の取り組みを紹介するもので、この映像記録として残すことで、未来にわたって今の動物園の姿を残すことができるとても意義深いものだというふうに考えてございます。はい寺 今、ご紹介いただいたように KBS 京都ではあの夕方のニュースで、まあ、あの短い時間ですけれども動物園の紹介はずっと、まあ、今もあの定期的に行われているということで,でそれを、まあ、しっかりとです、ね、あの番組として、えー、KBS 京都の方で作って動物園の、まあ、120周年の、まあ、今まさに園長のおっしゃった記念ですねでそれが,それがもちろん今を生きる我々もそうなんですけれども 次世代へしっかり残していくと、この思いを動物園に大切にする思い、市民の手でこのやっている動物園だということで、その思いを次の世代に伝えるということ非常にまあ意義深いものだというふうに思ってます。でまあ、今朝のちょうど新聞にも書かれたんですけれども、来月2日にはです、ねえー、入園無料にということで、えーその、1月2日に最初の開園になるので、まあ、入園無料にするであるとか、あるいは、 14日には記念シンポジウムまあ開催するというふうなことも行われるということでございます。でまた、この無料会員はあ、この天皇陛下の即位礼、えー、少年の儀に合わせたということでございまして、やはりこうしたご皇室の、まあ、あ刑事といいますか、そうしたことにも、まあ、動物園は意識されている。 あの大正天皇のおご結婚を機に市民の力で動物園を作ろうということそしてまた、えー、ちょっとどういう動物か知りませんけども宮内庁から動物が貸しされて、まあ、この開園に至ったというこの120年前のこともあってのことかなと思っています、まあ、そうした歴史をですねやはりこの120周年機会に改めて、まあ、市民の皆様とも共有するとともにです、ね、この市民の皆さんがやはり応援しよう サポーターになろうとかそうした応援団になろうという機運をですね高めるいい機会なんじゃないかなと思っています、そのためには、まあ、動物園としていろんな取り組みをされていると思いますけども、もしあそうしたお考えがあれば、お聞きしたいと思います久本動物園長。はいえーまあ、京都市市動物園に対するそういうい、えー、皆様市民の 皆さんのまあご支援だとかその機運を高めるための取り組みについてのご質問です。えー、まあ動物園あの令和三年以降ですね、えー、餌代サポーターというのを拡充いたしまして、インターネットでの受付も可能となっております。で、またアマゾン欲しいものリストでまあ動物園で欲しいまあ動物たちを幸せにするために欲しいものをリストアップ化してその商品を皆さんに。 購入いただいて送っていただくというような取り組みもしておりますし市内事業者の皆様からは餌の現物支給ですね例えば規格外の野菜廃棄されるものを JA の職員の方が集めて持ってきてくださったり漬物組合さんが白菜の外葉を定期的に届けてくださったりさまざまな企業の方が餌を届けていただいております。 で今年はです、ね、あの動物園として初めてクラウドファンディングを実施しまして、まあ、ドリあのゴリラたちの居住空間を豊かにするためということで、えー、取り組んだんですけれども、えーまあ、非常に早く半日ほどで220万円という、えー、に到達することができて、えーまあ、とても、えー、皆さんたちの思いを感じることができております。 えーまあ、文化市民局としてもです、ね、今月12月は、えー、実はあの京都文化寄付月間というふうに位置づけまして、えー、京都アドドネーションの周知をはじめとして、えー、広く寄付を呼びかけているところですけれども実は動物園もこれにあの連携して、えー、応,援応援といいますか一緒に取り組んでいるところでございます。あの動物園のなな魅力を発信しながら あの特にコロナ禍になってからは SNS でしか動物園のことがお伝えできなかったということもあって非常にあの職員一同 SNS での発信というのに努めてきたおかげで、えー、今日に、まあ、たくさんご支援をいただいている現状があるのかなというふうにも思っております。 でまあ、動物園はリアルを感じていただく場面ですので、えーまあ、実際にお越しいただくというのが一番望ましいとは思っているんですけれどもその来たくなるような、えー、その発信をこれからも続けて、えー、市民の皆様に、えーまあ、愛される動物園であり続けたいというふうに思っております。で特にあの SNS に発信したことをニュースにしていただい取り上げていただいたり、今般のように KBS さんにその特別番組を作っていただくということにもつながっておりますので、えーまあ、あの議員ご指摘のとおり、この機惧を逃さないように、改めて動物園の魅力を発信しながら支援の輪を広げていきたいというふうに思っております。 やはりあの上野の動物園について我が国で2番目に古い動物園ということでございます、まあ、あのちょっと面積は狭いんでねなかなかそこは厳しいところもあるかもしれませんけどもやはり私はそのこの京都の動物園というのは誇れる動物園だと思いますしあのなんて言いますかその今まさに園長のおっしゃったインターネットとかあのそういったところでいろんな動物を知ることができるけれどもやはり実際動物園に足を運べばですね 匂いであったりとか、まあさまざまなこう体感といいますかね、そういったものがあの経験できますし、またそれでこう動物に対する思いといいますか、まあ大切にする思い、あるいは共存であったりとか、さまざまな学びの場にもなると思うんですね。まあそうしたところからやはり動物園あのしっかりとまあ応援団を増やしていただく。で、まあ私は以前そういった動物園のまあえあの動物ごとにですね、象をやったら象に関する企業とかトラやったらトラに関する企業に あのそ,そこの場所を応援してもうたらどうやみたいな話もさせていただいたりあるいは,あ、まあ、それは一定金額以上のです、ね、そうした餌代を寄贈していただいた方は、まあ、そこにネームプレートみたいなのを置いてです、ね、そうすることによって、まあ、あお孫さんとか連れていた時のです、ね、話題になったりとか、まあ、そうしたいろんなそういう、まあ、あ馴染みというんですかねそういったものも。 いいいいんじゃないかななかみたいなこともししたまこういうのはやっぱりこう何が正解とか何が間違いとかではなくてやっぱいろんな意見があったりいろんな考え方あろうかと思いますけどもやはり動物園を応援したい思いとかそうしたものはやはり皆さんお持ちやと思いますし、まあ、今クラウドファンディングの話もありましたし、まあ、ふるさと納税なんかもさまざまな取り組みがされている中でですねここれからもうこの120周年を機会に まあこの番組というのが、ね、あの本当に私は楽しみにしているんですけれども、より一層この動物園の支援の輪が広がることを願ってですね今日は質問をさせていただきました、まあ、今後の動物園に対する思いをお聞きして、あの今日の質疑を終えたいと思います、はい、この件に関して、他にございませんかあ質問されままますすかあすいません失礼たたたしましたどなたが 答弁されますか。はい。えー、砂川文化芸術政策館。はい。ありがとうございます。あの、議員ご紹介いただきましたように、120年前にその。 皇太子時代の大正天皇のご成婚を祝って建設費の約半分という巨額の資金を市民の寄付によって建てられた動物園でございますでやはりこの長い歴史において常に市民に支えられ愛されてきた動物園でございまして、まあ、その役割も単なるレジャー施設ではなくて教育施設であったり研究施設としてのそういう機能を備えた上で来館者に多様な楽しみや気づき、まあ、そういうものを提供して あのおっしゃったように世代を超えて愛されている動物園でございます。まあそのような中で常に多くの方からまあ寄付をはじめとする支援のお申し出っていうのはございまして、今回の番組もあのそれによって制作できまことにありがたいことでございます。あの 支援される動機っていいますのはあの特定の動物のファンの方ですとか、まあ、愛らしい動物に幸せに暮らしてほしいという、まあ、理由も、えー、ございますし、えー、やはり自分たちの動物園というこの歴史を踏まえたような意識をお持ちの方も多くいらっしゃるように見受けられます。 で、あの、私、あの、ある寄付者の方から聞いたお話では、子供が動物と接する機会を持って、あらゆる種が共存する大切さを感じてほしいと。いずれは孫と三世代で訪れたいと。 というようなことを言っていただいた方もいらっしゃいます。まあ、あの、多くの方のそういう思い出や、思、えー、いっていうのが詰まった動物園でございますので、しっかり、あの、その施設としての維持、継承を図るためにも、まあ、ソフトハード面で、えー、充実を図るとともに、あの、ご指摘いただいたようなファンの、そのコミュニティー、そう コミュニティを育てていくということが大切であるというふうに考えておりますので、まあ、あの今後もあらゆるチャンネルを通してこの特別番組を含め、えー、発信して支援も、えー、呼びかけてまいりたいと、えー、考えております。あのーまあ 皇室とのご関係やこれまで動物園の歴史でいろんなあのトピックがございます、そういったことも知っていただくことでさらにあの親しみを持っていただくということにもつながると考えておりますので引き続き市民に愛され市民が学びやされ世代を超えてさまざまな交流を生む京都ならではの動物園というものを発展するように努めてまいりたいと考えております。以上でございいますはい えー、この件に関連して他にございませんか、木田副委員長、どうぞ。副委員長ちょっと確認といいますか、宣伝ですあの。この動物園、京都市動物園に関するですね書籍が結構出ています。で、その中でもやはり谷口次郎という方がね、書かれた冬の動物園。 昭和41年が場面なんですよねでその頃の言うならば鳥取から京都に就職で出てきた主人公この作者そのものなんですけども <laughs> 言うならば衣類を扱うお店に勤めながら京都で約3年かな過ごした時のことは書かれていますそういうですね関係した書籍やこれはあの漫画ですけど をもっと、ね、過去を学ぶためにも知ってもらいたいこの頃には白熊がいましたアシカプールもありましたで変わらず猿山、ね、今ちょっといろいろ課題抱えてますけどそういうのはまあ,あったっていうものがありますで先般ですね京都新聞のコラムで動物園の観覧車を場面にした私の知り合いなんですけど実は。 えまあ言うならば子供と別れて二十数年ね昔のことを思い出すというようなことも紹介されていますそれぞれですからまあ動物園を言うならば場面にして人生の1ページ1ページがあるんですねですから昔は今でも変わらないですけど正面玄関入った右にキリンがいてそして私はロバに乗せてもらった思い出があります。 はい、だからあそういう今は昔はあって今亡くなったあちょうど4年前ですかね、えー、ナイルが亡くなりましたね、えー、そういうことやまたあの50歳を超えるフラミンゴは今元気ですそういうこともいろんなことをねもっと宣伝して知ってもらいたいと思います先般も私の縁の3歳児4歳児が先月ですね寄せてもらいました。そのそのののの子らの親の世代またその 上のおじいちゃん、おばあちゃん、我々もれも年なんですけど、そういう人たちとのやはりつながりというのも大事にしていただきたいと思います。よろししくお願いしておきます坂本園長 小学科の方が取材に来られたことを懐かしく思っていますであの最近の職員もですね実はあの書籍化をいくつかしておりましてあのゴリラの担当者が、えー、ゴリラについて、まあ、小学生向けに書かれた公文出版社から出た本で昨年度一昨年度まであの動物園で研究職を務めてい、えー、もらっていた斉藤美穂さんが書かれた、えー、キリンについての話が、まあ、小学生向けには公文出版社から 最近出ておりますそうした、その京都市動物園、あるいはその京都市動物園にゆかりのある方がまあ記載された書籍って結構ありますので、あの動物園の図書館の中ではご覧いただけるようにしていますし、またアピールの機会があればアピールしていきたいと思います。で、動物園に関する思い出について言いますと、その今ちょうど昔の写真をですね。かつて。 そのアシカのプールがあったところにはアシカ社の写真だとか古い写真を120周年を記念してお客様に見ていただくような企画もしておりますのでできるだけそういう懐かしい思い出だとかそういったものも大切にしながらそういうものを折に触れてちゃんと提示できるようにしていきたいと思います。ちょうど動物園ができた 時はこの時は上野動物園というのは国の動物園でしてで京都市動物園が初めて市民の手による動物園市が作った動物園ということが言えると思っております、まあ、市民に支えられてこの120年間という歴史があるので、まあ、その歴史のことについても、えー、いろんな場面で発信していきたいというふうにこの件に関連して他にございませんか。 なければえ次に漁港寺運動公園のトイレの整備について久保田委員どうぞ久保田委員よろしくお願いをいたします すみませんちょっと声が聞き取りにくいかもしれませんがよろしくお願いします、えー、私からはあの横路運動公園のトイレの整備や、えー、美観について少しご質問させていただきたいというふうに思いますさ、えー、る10月29日にですねあの伏見区のグランドゴルフ大会があの横路の運動公園で開催を されましてこの秋空のもと、開催のもと、ね、本当に多くの方が参加をされたあのとても活気のある大会が開かれたところであるんですけれどもその中で,です、ね、あの複数の方々からそのメ,イン道路にメイン通路に面しましたあの使用禁止になっているこの、えー、トイレに関していろいろと相談を受けたところであります。で やはりあのそのトイレは使用禁止になっていてです、ね、まあ、ちょっと私も現場、確認をさせていただきましたら、その洗面台が外れかけていたりで、やっぱりゴミとか落ち葉があふれかえるほどた、まあ、まっているような状況になっておりまして、やはりあのもう明らかに、まあ、明らかなんですけど、まあ、掃除はされていないという状況で,です、ね、まあ、このトイレ自身、あの まず確認なんですけどいつ頃から使用禁止になったのかというのを確認したいんですが、いかがでしょうか平松市民スポーツ振興室長、はい、あの横路運動公園のトイレに関してでございますけれども、あのまあ、横路運動公園、えー、同公園には、まあ、体育館内のほかに屋外に5箇所、トイレを設置してございます。で屋外ののトイレのうち4カ所につきまして平成26年度以降 すべてのまあ箇所同時ではございませんけれどもえ老朽化ですとかえ排水管の詰まりなどによります保証のため使用停止中とえなってございます、あのー、まあまあ講演をいただく方にえご利用いただいている皆様にまあ非常にまあご迷惑をおかけしている状態になってえ申し訳ないと思っておりますけれどもまあ大体にえ仮設トイレをまあ2箇所え女性専用を含めえ合計8機設置をさせていただいているところでございます久保田委員 はいあのまあ、結構な期間まあ使用禁止になっている状況っていうのは確認ができたところであるんですけどもまあ、ただあの、のやはり私がお話をさせていただいているこのトイレっていうのは,やはりあのメイン通路でまあ,あの今回のグランドゴルフ大会以外にもですねまあ、その えー、ランニングだったりとかその健康管理のために多くの方があの歩かれたり走られたりしているところに面しているトイレになってましてであの少しトイレに行きたいなと思った時にあの一番目にしやすいトイレの一つではないかなというふうに思ってますで少し遠くのところからあ,のあ,あそこにトイレがあると思ってやっぱりあのその近くのところに よ,よるとまあ使用禁止っていうのは分かるんですけれどもやはりその際にですね明らかにその汚さっていうのも同時に目にするわけでありまして公園を気持ちよくあの活用していただく中においては。 もちろん、あのある程度の板であったりとかで目隠しはしていてもですねその足場のところだったりとかあの多くあの見えるようになっている状況にゴミが相当たまっていたりあのもう,もうすぐ見てわかるぐらいあの汚さが露呈されている状況っていうのは、まあ、公園の美観に関してもいかがなものかなというふうに感じるところであります。 でこの横順土公園っていうのは、指定管理者の制度を用いて、管理を現状はしているところであるかと思いますが、この指定管理者の制度というのを指定管理者にとってはですね、公園の美観っていうのも役割ではないかなというふうに思うんですが、その点はいかがでしょうか平松町。 はい、あのー、まあご指摘のさ落ち葉等、ごみ等の清掃ですけれども、これは香港への指定管理者の業務になっておりますので、香港への指定管理者によりまして、これまでから適宜を実施,し指摘実施しておりますが、引き続きまあ状況に応じて実施してまいりたいと考えております。 はい、あの今、ああ指摘をしているという状況ってありますけれども、あのもし指摘をしていてです、ね、これだけのゴミがたまっていたら、あの何も多分伝わっていないと思いますね、で多分あの局として、現地確認などっていうのをされていますでしょうか平松市長。はいあのまあ、当然、同公園に伺うことも多いものですから、その際には現地確認をしております。 では、まあ、現地確認されているということであれば、あのまあ、私は見るかぎりあの、これではいけないなっていうふうにもうあのすぐ感じるところであったんですけれども、その現地を確認して、何も感じなかったということですか。平松市長 現地であまりにもその状況がひどい場合につきましては、その場で指定管理者にも指摘はしているところでございますので、えーそ,まあ、そういった指摘がした場合には、すぐに対応しているもうと思っておりますこれ以上はちょっともう、あとはもう、あの確認をして、ちゃんと対応してくださいってあの言うしかないですけれども、あまりにもちょっとこの現状のまま放置するっていうのは、やはりあの、 ひどい状況だと思っていますのであのここはあの改めて現地確認を必ずしていただいてでその上でどういうふうにこの横順道公園あの特にこのトイレの部分などのですね美観また清掃、まあ、そういう部分をどうしていくのかというのはあの早急にして管理者の方々とあの協議をした上で対応していただくようにそこはお願いをしたいと思いますが。があとこのトイレについてですけれども あのまあ様々あの,の方からもありますがまあ使用禁止というのがもうこれだけ長い間続いているのであればですね実際にまあこのトイレをあのもう1回やり直していただくかもしくはそれがお金の 面とかでできないのであれば一旦潰していただいて平地にしていただいたりとかしてなんかそういう対策とかできないものかっていうところも、まあ、市民の方々からはおっしゃられるわけ。 いろいろ計画などは終わりかとは思うんですけれども、まあ、その部分もやっぱり市民の方にはなかなか伝わらない部分もあるかと思いますし、あの改めてここで確認をさせていただきたいんですが、まあ、こういうトイレあの、これについての今後、どういうふうに考えてらっしゃるか、その点をお伺いします横寺運動公園でございますけれども、平成25年度に整備実施計画案。 これを作成して以降、府市協調によりまして再整備に取り組んでいるところでございます。今後、その中で、トイレの改修も実施する予定となっております。 えーまあ、あのご指摘あったように、ト取りのみを先行して撤去、あるいは回収するということに、えー、いたしましても、本公園は、えー、埋め立て処分地跡地でございますので、えー、掘削した土ですとか、廃棄物の対策などに相当の経費が、えー、かかってまいります、まあ、それだけでなくて、えー、再整備で、えー、残っております多目的グラウンドですとか、公式や球場との整備の際に、えー、再度地盤を掘削する、えー、必要もございますので、まあ、非常に非効率と。 本公園の整備、えー、再整備の中で実施していくことが最も効率的でございますけれどもあの、まあ、ご承知のとおり令和3年度以降行財政改革契約によりまして本格的な事業実施のための予算計上が見送られている状況でございます、えー、私どもといたしましても、まあ、公園を利用いただいている皆様にご迷惑をおかけしている状況を少しでも早く解消できるように、えー、引き続き、まあ、できるだけ早期に事業を再開できるように努めてまいりたいとそ考えております そういう再整備の計画など、ですさ、ね、まざ、あ、ま、あとあの効率的に、まあ、あの対応していくということも、もちろんそれは並行して必要なことというのは、私自身も認識をしているところでありますし、あのそういう意味では、まあ、あの全体をあのしっかりと俯瞰した中で,です、ね、対応していっていただきたいというふうにも思っているところであります。ただ、まあ、あのそういうい中でやはり あの、こういう予行時の運動公園、まあ、あの、これまでも、いろいろとあの、健康寿命とかですね、様々やっぱり健康を考えて、いろんな方がやっぱりこの予行時運動公園を利用されているところでありますし、そういう方々が気持ちよくこの公園を使っていただく、あの、そういうことをしっかり準備をして、あの、整備をして、そして美観にも対応していくっていうのは、やっぱり、 あの本市としての役割でもああるるとといいう,うに感じているところでありますですのでまあこういうトイレえ一つではあるかもしれませんがこういうメインの通路にも面しているトイレだからこそまあこういうあのえ落ち葉だったりとかゴミが溢れるような状況っていうのは一刻も早く対応していただく、まあ、それをあのしっかりと要望させていただくのとですねあとまああのえ目隠しになど途中しているところはありますけども まあ例えば、一番下まで目隠しをして、ですねゴミなどが入らないような状況だったりとか、そういうようなあの部分の対応だったり、さまざま取り組んでいた,だきえいただける範囲のことはあるかと思いますので、そういうことも踏まえて、のこの横尾純烈公園のえ利用者が、市民がえ気持ちよくえ環境を整えていただけるように、これはお願いをさせていただきまして、質問を終わらせていただきたいと思います以上です。 この件に関しましては他にございませんかえなければ次に東吉祥院公園の廃止について山根委員どうぞ山根委員よろしくお願いいたします <laughs> えっと、私からはです、ねあの、この間、京都市が、えー、全員制中学校給食の、えー、給食センター2万6000食を扱う工場を、まあ、建設する予定地ということで言われている東南高校跡地に関わってです、ねえー、文化市民局に関連する東吉祥院公園の廃止についていくつかお聞きしたいと思っております。であのまずちょっと基本的ななとこころなんですけれどもこの東気象院公園は 昭和35年に都市公園として開園され、その後、昭和38年の東南高校開設以来、同校のグラウンドとして使用してきたということをお聞きしております。それで、この開園から東南高校のグラウンドとして使,使用されるまでの約3年間ですね、これ、どのように使用されてきたのかわかるでしょうか。平松町 はいあのまご,ご案内いただいた通りの経緯でございますけれどもこの東吉祥院公園昭和三十五年の設置当初運動ができる公園としてま開設されたということもありまして当初は野球なので利用されていたと思われます山根委員はいそれでですねもう少し確認をしたいことがありましてでこの東吉祥院公園なんですけれども国交省が示すまあ、都市公園の、えー、種類種別としては どこに当てはまるのか、ですね例えば外区公園とか近隣公園とか地区公園とか、ですね総合公園とか運動公園とか広域公園とかいろいろ分類があるわけですけれども、これはどれに当てはまるんでしょうか松町東町院公園ですけれども、都市公園法上の住居基幹公園の近隣公園という地図になります。山根 はいわかりましたそれからですね、11月22日の水曜日に東南高校で行われました東吉松陰公園の廃止についての地元説明会、私も現地で傍聴させていただいたんですけれども、これ、教育委員会の説明や質疑応答の中で、現在の所管は文化市民局であるということや、まあ、非常にややこしい経過が あるんですという話もありましたでそこであのここで3点確認しておきたいんですがまずこの東南高校のグラウンドとして教育活動のために使用されている場所が、えー、なぜ文化市民局の所管となっているのかということそれからですねこの所管といった時に何を、えー、担当しているのかですね何か権限があるのかどうかそれから3つ目に、えー、日常管理やその費用負担というのは 教育委員会なのか、文化市民局なのか、あるいは建設局なのか、この3点、いかがでしょうか。平松市長 まずその文化市民局が所管するとなった経緯ですけれども、あの申し上げたとおり運動ができる公園として開設されたということで、今で言う文化市民局が所管することになったようでございます。で、この土地の所管局としての権限ですけれども、その土地の、土地に関する各種手続きなどの事務的な権限は有しますけれども、土地の利活用に関する権限を有するというものではございません。 で日常の管理等につきましては、教育委員会のほうで実施をしていただいております山根委員、はいえー。そしたら、運動ができる公園として開設されたので、所管が文化市民局と、でまあ、事務的な権限はあるけれども、利活用などについては。 あ所管していいいいるわけでははななととうか権限はないとで日常的には教育委員会が管理負担をしているというお話がありましたそれでですねあの11月22日のこの地元説明会は東木松院公園の廃止について説明するものなんですけれどもしかしその公園を所管する文化市民局ではなくてですね京都市の一般行政からは 独立しているはずの教育委員会が説明をされました。私はこのこのこと自身にちょっと大変な違和感を覚えております。で、あの東南高校のグラウンドとしての使用が終わったのであれば、まずはもともとあった先ほどもあのご説明ありましたけれども、えー、都市公園に戻すのが、うん、まあ筋ではないかなというふうに思うんですけど、そこでですね、このまあ公園の廃止について。 所管する文化市民局ではなくて教育委員会が説明をされたことについてはこれは私、ある意味謁見行為じゃないかと思うんですが都市公園の関係で言えば今所管している文化市民局や建設局が本来この公園廃止については説明されるべきじゃないかと思うんですがこの点いかがでしょうか。山市長 はい、あの11月22日の住民説明会についてでございますけれども、まあ、この説明会につきましては、えー、給食センターを整備することを目的といたしまして、えー、公園を廃止することについての都市公園法に基づく説明の場でございます。 で東南高校を所管し、全員戦中学校給食を給食センター方式で実施することを決定した教育委員会が、京都市の関係部局を代表して説明を行ったものでございます。説明の内容につきましては、当局も含めまして、関係部署が十分に議論をしたものでございますので、問題はないと認識をしております。 えー、そしてまたあの教育委員会が長らく第一グラウンドを占有してきた実態ですとか、えー、文化、スポーツに関する権限これはまあ市長部局に異常はしておりますけれども、えー、本来教育委員会が有するものであるということからも、えー、全く教育委員会が権限を有していないわけでは、えー、ございません、えー、こうした点からも問題ないと考えております。山根あの、まあ、学校給食に関わることであったり 現在教育委員会が、まあ、学校が使っていたということはあってもです、ね、今おっしゃったようにです、ね、都市公園法に基づく公園の廃止の説明会なわけでそれをやっぱり教育委員会が説明するというのはです、ね、ちょっと私は筋が違うということを改めて申し上げておきたいと思います。でそれれれでででも、ね、もうう少ししお聞きしたいいんですけどもあのこ,れ現在これままのの状況というのはつまり 公園の目的外使用ということに、えー、当たるんでしょうかあ、例えば期間の定めのない目的外使用というような扱いになっているのか、ですねでそれを何か証明するような手続き上の書類とか、そういうものは残っているものなんでしょうか、いかがでしょう。平松市長 このグラウンドにつきましては暫定利用という形かなと思います、ただ、その書類、申し訳ないち、ちょっと書類については確認ができておりませんので、申し訳ありません。山根 えっと暫定利用というお話がありまして、まあ、これちょっともしあの過去を調べていただいてですね。この暫定利用であれば、そういう風うに決めた手続き上のきちっとした書類が残っているのかどうか、これはちょっと確認をしてですね。もしあるようであれば、資料として提出いただきたいと思います。それから、あのこれ説明会の時にいただいた資料の中でですねえ。会見高校のグランド工事が完了する。令和5年12月まではあの。 東南高校のグラウンドとしてまあ使用予定ということなんですけれども、これ、1月以降になりますと、どういう扱いになるんでしょうか、これ、引き続きそれでもまだグラウンドだということなんでしょうか、高校のいかがでしょう。平松町 はいあのえー、このまあ現実につきましては、えー、教育委員会の方に所管のまあ、えー、移管の手続きをまあやっておりますので、ちょっとその具体的に今後、どうされていくのかっていうのは、ちょっと申し訳ない、ませんあの私どもとしてはお分かりかねるところでございます山根、すみません、ちょっと分からなかったんですけど、教,所教育委員会の所管に移管をするんですか、ちょっと,ちょっともう一度説明いただけますか。山 おっしゃっている通り東木書院公園につきましては、あのこれまで文化市民局の所管でしたけれども、あの給食センター整備用地としまして、ですね、えーえー、教育委員会の方に、えー、遺憾をか、権限をですね遺憾を、えー、しているところでございます山根委員、遺憾をしているところとおっしゃいましたけれども、遺憾をしたんですか平松、はい、あの正確に申し上げますと、えー 12月1日付で所管外をす、えー、済ませております山根委員まあちょっとそのあたりがですね全くこの法律上の手続き上のことがよく見えないわけですねでちょっと今おっしゃったようなそういう所管の手続き12月1日付で、まあ、実際そういうことになっているでこれを結局じゃあ都市公園の 廃止としては一体どういうふうな手続きになるのかとか、ですねその辺ちょっと本当によく分かりませんので、この点も、ですね今後、ちょっと明らかにしなければいけないなということを改めて思っています、であのこの東南高校跡地に、えー、給食センターを作るという話が、えー、文化市民局にあったのは、いつのの時点のことなんでしょうか平松市長。はいあのーえー ま、令和3年8月から、あの行、行財政開革計画におきまして、えー、この東南高校跡地につきましては、医療活用を図る仕打ちの一つとして、えー、幅広い検討を行っていたという経緯がございます。で、今年度から教育委員会が、え、全員中学給食の検討を始められて、えー、本年の9月、 専門業者による調査や検討会議での議論などを踏まえ、仮に給食センター方式を実施することになった場合を想定をいたしまして、広さですとか立地、用途地域などの条件に適合する可能性がある候補者として、当該地の検討を進めるということが始まりましたので、その時点で明らかになったということです。山根 まですので、今おっしゃっていただいたように、今年の9月の時点ではそういう話がもうされてたということなんですね、それで、これ、まちづくり委員会の要求資料で今おっしゃっていただいたような中身の資料を出していただきまして、まあ、建設局、行財政局、文化市民局、教育委員会の連名の資料が今、提出されておりまして、でその中でですね、 えまあ今おっしゃっていただいたように令和5年9月から検討会議の議論等を受けということでえ教育委員会として第一グラウンド東吉祥院公園での立地の検討を進めることとしたというふうにあるわけなんですねであのこの時点では少なくとも所管は東吉祥院公園の所管は教育委員会ではなかったはずなんですけれども教育委員会がこの東吉祥院公園での立地の検討を進めると。 いうことなんですよでこれ文化市民局はこの時点で何かご意見は言われなかったんでしょうか平松会議等です、ねまあ、情報共有などは提起、まあえー、させていただいたところでございますけれども、まあ、あの特にですねあの当局として同行、えー、というところまでは申し上げてはおりません。山根 はい、それでですねあのこれ国交省が監修する都市公園法の解説書にはですね都市における緑とオープンスペースは都市を緑化し公害を緩和すること災害時の避難場所を提供することなど都市環境の改善に優れた効果を発揮するとともにスポーツ リクリエーションの場として都市住民の健康な心身の維持・形成に寄与し自然との触れ合いを通じて豊かな上層の育成に資することなど大きな効果を有しておりということでまあ都市の中の緑とオープンスペースについて触れられてですねで中でも都市公園はその積極的な整備を図るとともに都市住民共通の貴重な財産としてその存続を図ることが必要であるというふうにされております。私はこの法の法 解説書の通りですね都市公園というのは市民の財産であって私、現地行きましたけれどもやはり周辺地域にはあの住宅とかですねマンションとかこういうものもありますし仮にあの活用方法を議論するとしてもですね廃止が決定しましたといきなりあの説明するのではなくてまずはこういった地元の皆さんのご意見を伺って、えー、検討されるべきじゃないのかなと。 で今回あのそこでお聞きしたいんですけれども今回、東南高校のグラウンドとしての使用が終わるにあたって所管局の文化市民局としてですね地元の皆さんから今後の活用方法について何かご意見は聞かれたんでしょうか。平松市長 はい。あの、まあ、このためのその後押し活用につきましては、ええー、現在、ま、喫緊の公的課題、ええ、となっております、ええー、少子化対策、子育て環境のさらなる充実、まあ、これに資する活用として、給食センター、ええ、整備士とすることが最適であると、ええー、本市として判断をされたものでございまして、ええ、文化市民局として、地元ですと、地元等にですね、ええー、利用規模など、ま、聞く機会を設けたわけではございません。山根 所管局の文化市民局として地元からお話を伺ったわけではないということであります。それからこれあの昨年の12月20日の文化環境委員会ではです、ね、我が党の森田由美子議員が質疑をしておりましてあのスポーツ関係者の皆さんが日頃の練習場所の確保に大変苦労されているお話。それからあの東南高校の跡地も もうあの使えるものならぜひ利用したいというこういういニーズがあるということもですねあの紹介をさせていただいているんですけれども例えば今回、この東南高校のグラウンドとしての使用が終わるにあたってそういう、えー、運動公園まあ所管している文化市民局としてですねスポーツ関係者の皆さんの声は聞かれていないんでしょうか山市長はいません。かもね あの、こちらも聞いていないということなんですね。私ね、これ、やっぱりそういうことでいいのかな、というのをね、本当に強く思います。で、東南高校の跡地は、これ単なる空き地ではないわけですよ。単なる私有地ではない。法に基づいて定められた公園なわけですね。で、ただでさえ京都市内には公園が少なくて、多くの、あの、スポーツ関係者が困っておられる。えー、中でですね、東南高校跡地、実際に使ってみたい、使いたいという声も。 存在をしているもとで、文化市民局の第一の仕事というのは、そうした声に応えることではないんでしょうか、いかかがでしょうか平,松平松市長。運動公園、えー、につきまして、文化市民局として、まあ、あの必要ないというまでは申し上げませんけれども、まあ、現状その、えー、この東吉祥院公園を設置して以降、まあ、野球場ですとか、まあ、グラウンドの整備は進めてきております。<laughs> で えーまあ、現在の本市が所有する、まあ、文化市民局が所管する野球場、グラウンド、まあ、この稼働率を見ましても、平日で約20%、休日が約70%という状況で、えーまあ、しかもその本市の所管するスポーツ施設、運動公園につきましては、えー、誰でも、どこでも、まあ、予約は必要ですけれども、ご利用いただける状況になっている中で、えーえー 野球場、グラウンドの稼働率にはまだ余裕がある状況でございます、えー、ですので、まあ、現状、ニーズにはおおむね対応できているというふうに認識をしているところでございます山<根>、あのーまあ今、他の場所にも、そういう野球場というか、そういうグラウンドがある、そういうニーズがあの対応できているということをおっしゃるんですけれども、少なくともです、ね、今回、代替公園を確保しなければならないということは、今のお話はです、ね、法律上は全然関係のない話なんですね。 であのー、私はやはりね、都市公園を廃止するという話なのに、近隣の皆さんの声もきちんと聞いていない、スポーツ関係者の強い要望、ニーズも受け止められていないというのは、やっぱり重大な私は問題があると思います。で都市公園法の第16条ではです、ね、みだりに都市公園の区域の全部、または一部について都市公園を廃止してはならないと、まあ、定めております。で例外ととししてて次に掲げる場合はとして え廃止される都市公園に変わるべき都市公園が設置される場合というふうにあって今回まあ代替公園がいくつか言われているわけですけれどもあのしかしですね先ほどのあの答弁では東吉祥院公園は近隣公園というあのお答えありましたでこの近隣公園とは何かと言いますと主として近隣に居住する者の,の利用に供することを目的とする公園ですよところが今回代替公園として示されているのは まあ東南高校の跡地を除けばですよ南岩本公園の拡張これは南区ですで伏見西部第4地区8号公園これは伏見区さらに桃山東第2地区4号公園これも伏見区のまあ4カ所なんですけども遠く離れたです、ね、別の行政区にある公園も含まれているとでこ,れこの代替公園を提案したのはこれどの部局なのかですねこれ1点それから 東祥院公園が近隣公園であるならば、これ、代替公園とはとても言えないんじゃないかと思うんですが、ご認識、いかかがでしょうか平,平松市長。代替の公園につきましては、建設局のほまで、えーまあ、建設局のほうが中心になって、確保されたということでございまして、えー、特段、法的にも何ら問題ないものというふうに認識をしております。山根 まあ、僕私は問題終わりだと思うんですよ、南区の皆さんがこの公園としては使えなくなるわけですから、あの東吉祥院公園が近隣公園であるのに、遠く離れた公園の面積を足してです、ね、帳尻合わせてるだけじゃないかとで、さらに現在と同じ大きさのグラウンドが確保されるわけでもないわけですから、これは機能としてもです、ね、全く別物だと。 これ、代替公演と言えるんだろうかと、重大なあの疑義があるということを申し上げておきたいと思います。であの目的外の使用が終わったのであれば、まずは本来の公演に戻すべきであるということを指摘して、この問題は終わりたいと思います、はいえー。先ほど山根委員から要求のありました、東吉祥院公園の暫定利用を認めたことが分かる資料については、理事者提出できますか平松市長。 はいあのー、教育委員会と関係部署にも確認の上えー、もし存在がありましたら、えー、当然、提出させていただきます、はい、では、存在があれば提出をするということですので、委員会資料として、存在があれば提出を求めることにご異議ありませんか。はい ご異議ありませんので委員会資料として提出を求めることに決定をいたします理事者におかれましてはありましたらなるべく早くご提出をいただきますようお願いいたしますそれではこの件に関しては他にございませんかはい木田副委員長どうぞ木田副委員長南区の住民の一人としてまずは この東南高校第一グラウンドと称して使われてきた東木松陰公園これねほとんどの人が公園の認識ないんですよ、ね、50年以上学校のグラウンドよと思ってはんねん書いてあったから第一グラウンドで称してるでしょただ私自身はやはりね揚げ足取らようた取れる案件なんですよ ま言うたら目的外もはなだだしい公園なのにねただ悪いことにつけたことはないもともと東南高校っていうのは中学校を移転するためそれも洛南中学校です京都一律のそのために作ったんやそれはなぜかというと今の鳥羽高校のところに洛南中学校があってでその時代は風土市が仲が悪なって でえー、移転をしなきゃいけないあれ休千日中ですからね今の鳥羽高校のとこは不立なんですよもともとそれを一律の洛南中学校として作ってきたんやでただその時に作ったんやけど中学校を作る、ね、移転させよう思ってただそれもうまいこと話がいかへんかってでたまたまあ旧洛陽工業高等学校の普通科と 伏見工業高等学校の普通科を合わせて校校としして東南高校が誕生したんですねただ高等学校になるといろんなクラブ活動も多様化してきたからでグラウンドがないんであれをずっと使ってきてもっと言うのは構造物まであったんでしょ弓道場があって弓道場屋根かかっとってんこんなんもん不法占拠めとこせはっきり言ってただでもそれいうねとこに長年使うてきはったから地元の認識としては 公園としての認識ありません、ほとんど。二次税で照らしても、多分多数決やったら、ね、公園やと思ってる人は少数でしょう。で、これについて、今後、公園の代替を求めるっていう声は、地元にはほぼございません。その認識なかったんだから、公園として。で、使ってなかったんだから。ただ、今も議論であったように、4箇所の代替公園というようなことを建設局が言い出したからややこしいね、こんなん。 やめとけよねん。東山あの岩本公園なんかある東九条です何が近隣やん。あとまた今おっしゃったように3か所伏見やん、ね。全然関係ないですよ、これは。ただ今後、将来のために、ね、公正を持って、ね、言うならばセンター、給食センターということの検討が始まったわけですね。で、その候補地として上がってるわけですよ。 これになるとです、ね、近隣どころか京都市全体の、ね、願いでもあった中学校給食全員の中学校給食に資する事業になるわけでしょでここはええとか悪いとかの問題ちゃうんですよみんなのためになるかどうかっていうものがねしっかりとできていくっていうのは私は大いに賛成ですし、ね、ただ運用にあたっては近隣の住民の安全安心を担保するとかねいろんなことがあります、まあ、これははもう今後は 教育委員会の所管ですんですただ本当にね3局でこの前説明会やらあったでしょ私聞いたらなんかよその人の方が多かったらしいけど北半のねだから何しに来たんやろうな思ったんやけどね、うん、だからそういうことも含めてしっかりみんなにもっと知ってもらわなあかんですねオープンにしてだからかつてまあこれは建設局所管の公園ですけどそこに保育園が建てたこともあるんですよ公設民営のこれもむちゃくちゃや でもそういう時代は保育園が足りひんかった境に、ね、地域の同意を得てその公園の一部に保育園が建てたんですよ。今もなくなりましたけどね別の動物って。だからそういうことも含めていかに市民全体の、ね、利益に資するかどうかっていうことそして民主制の国ですからやはり最後は、ね、多数決を取らなきゃいけないその中で他の意見を是としますけれども少数意見もしっかりと ね無視するんじゃなくて認識して、ね、できることをやっていくということをお願いしておきたいと思います以上です、はいえー、この件に関連して他にございませんかなければ、えー、続けて交通安全の取り組みについて山根委員どうぞ山根委員 はい、えー、すみません、1点だけあのちょっと今日お聞きしたいと思っています。あのいろいろ交通安全の取り組みということでいろいろなことがされていると思うんですけれども、例えば、河原町大池の交差点で、えー、警察の方ですかね、あの横断歩道の中を渡ってくださいというような、まあ、そういう啓発活動もされていて、まあえー、こういう啓発活動も非常に重要だなというふうには思っているんですけれども、あの一方でですね、 あの通学路の横断歩道が消えてしまってる完全にもう消えたままになってる場所があるわけですね伏見区のこれは私の地元で例えば師団街道と大谷街道がの交差点付近ですね富士登中学校の東側の地域なんですけれどもここはまああの深草中学校に通う子どもたちが毎朝 あの通る場所なんですけれども、ここの横断歩道がもう消えてしまって、ずっとそのままになっていて、ですね住民の方が警察に要望されても、まあ、一向に改善されないとで、やはり私は交通安全、何より子どもたちの安全を考えれば、こういうところは真っ先に改善が必要ではないかと思うんですが、この点、ご認識はいかがでしょうか。島部長はい <laughs> あの、まあ、あの、まず、横断歩道の部分、あの、きちんと渡っていただくことで。あの、特に、まあ、通学路、なんかは、あの、それで、あの。安全面高まるという認識で、あの、思っております。あの、今ありましたように、まあ、あの、警察の方とか、あの、まあ、京都市においても、あの、サービス事業推進室なんかの、あの。 え応援というかあの業務としまして横断歩道を渡っていただくようにという啓発あ,のあるいはえやはりあの大きな事故えこれまでまああの11年前の,あの東山区であるとかあの亀岡のえ事故そういったものであの例えば教育委員会で土木事務所あと警察などでえ児童が安心してえ通学できるようにというようなことで京都市通学路の安全交通安全プログラムというものを策定したりあるいはあのー え令和元年5月にはあの大津市であの保育児がえ散歩中に交通事故に巻き込まれたというようなあの事故を受けまして令和3年3月にはあの京都市の,あのそういう交通安全のプログラムにえ加えまして児童の,の移動経路まあ散歩なんかのえ経路の安全性の確認も含めるえ通学路児童の移動経路交通安全プログラムということであのまあバージョンアップというか。 さまざまな取り組みを、えー、している中であの京都市におきましても毎年作るあの、えー、交通安全の、えー、取り組みの要項のプログラムの、えー、中でも、えー、横断歩道の通行というのは強調して,、えー、やって取り組み、えー、させていただいているところでございます山根あの、今言っていただいたように横断歩道の渡ることを、まあ、強調して 今やっていただいているいろいろな連携の取り組みもバージョンアップされてきたということですで今言っていただいたようにです、ねまあ、平成27年の7月に、えー、京都市通学路交通安全プログラムを策定をしてで建設局や教育委員会警察などとも連携をしてこられたでさらに令和3年3月により効果的効率的に実施していくためということで児童の移動経路の交通安全にかかる取り組みも加えて 京都市通学路児童の移動経路交通安全プログラムを策定をされてでこの間では区役所とかです、ね、子ども若者育み局とも連携をされてきたということは私も聞いていまして大変大事だなと思っているんですねだからこそこの横断歩道を渡ってくださいと啓発をしながらその一方で 消えた横断歩道をそのままにしているっていうのはですね、やはりどうなのかなというふうに思うわけですね。ぜひこれあの横断歩道を塗り直すのは何億円もかかるような話じゃないと思うんで、ぜひ京都市からもですね、京都府県に対してしっかりと強く求めていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。豊島部長。はい。あの先ほどのあの申し上げましたあのプログラムの取り組みの中であの対策の実施状況まああの。えー 情報をいただいている中でもあの路面の補修であるとか歩道整備であるとか、えー、横断歩道の整備という部分もあのかなりの数、えー、これまでの実績としても重ねられている状況でございますあの今そういった部分でまだまあ追いついていない部分があるかと思いますのであの京都市としましてもあの各局連携の中で警察にもあのそういった部分の働きかけそういったものをあの、えー、続けていきたいという,うに思っております。はい この件に関連して他にございませんか、六倉副委員長、向田副委員長どうぞちょっと確認ですけれども、文化市民局の局内にですね、京都府警からの出向者ってやはりますね、それ、どうですか。豊島部長、えっと、ああのおりますはい 福田君ですからやっぱりねそれが今京都市警察部っていうのが府警の中の組織があってまあは京都市とですね行政と連絡を密にしてるわけなんだけどこれもともとねあの今の横断歩道の件に関しては国のルールなんですよ国のルール。で、えー、府警に言うてもあかんねん。 先般もですね、我々自民党の政令指定都市の議会議員連盟と連絡協議会の合同総会で提案があったんですよ。政令指定都市みんなで、ね、前だ、党は関係ありません。道府県の権限からね、政令指定都市に横断歩道をね、直すのかって、いちいちですね、あの許可もらわなあかん。そんなんやめましょうと。移管してくれと。 いうことがね決議されたんです,よですから今後はね私今「不敬という話ありましたけどもやっぱりね行政としても政令指定都市がこぞって自分たちで横断歩道をね描くぐらいまた塗るぐらいできるようにする要望を出してほしいんですけどどうですか島部長 あのまあ、あの今、警察との協議の中であの、まあ、順番にというかあの取り組みを進めているところですけど、まあ、あのこちらとしても当然あの自主性を持って取り組めるようになるというのは大きな部分だと思いますのであの警察の当然、まあ、あの知識そういったものは必要だというふうには考えますけどあのそういった部分あのこちらについてもシートしてあの国に要望できるものについてはあの働きかけ取り組んでいきたいというふうに思います福田君長。去年度もね えちょうどお八条通りの当時の北門前のバス停あれが危険なバス停やってなぜかいうと横断歩道にかからない止まれへんねんバスそれの横断歩道をねずらしてもらいましたよ。ねそんなんかっていち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 ね府警の許可がいいんねんもっと言うな公安委員会なんですよ実は。ねそういうこともやはりあるんで今あの常務部長おっしゃっていただいたようにね 私もう一回言いますよ、政令指定都市がみんなこぞって、国に要望をするようにしてください、お願いしておきます、以上です。この件に関連して他にございませんかなければ、えー、次に、男女共同参画の視点からの公的広報のあり方について、片桐委員どうぞ。片桐委員。 よろしくお願いします。少しあの長い質問の通告のタイトルになってます。けれども、これはあの元々のきっかけはあの市民の声を受けて、えー、区役所を回りまして、ちょっとあのいろんな空であの婚姻届をいただいて、そこについてるあの記入例というのをあの少し調べさせていただいたんです、えー、これあのいくつかあのもちろん全ては障害はしませんけれども。 これ下京区ですけどあの河野太郎さんという方と下京花子さんという方平昭和60年生まれと平成元年生まれの方がご結婚されてで、まあ、あの記入例で夫の死を選択をするというふうにそういう記入例になっていますでこれ、えー、左京に行くと左京太郎さんと都花子さんという方が昭和43年生まれと昭和46年生まれで、まあ、男性やっぱ年上で,で、えー、やっぱり夫の死を選択をされるみたいな形で。 ちょ唯一例外やったんがあのが山科区で、まあ、ここはあの昭和平成10年生まれの日野本邦夫さんと平成16年生まれの山科七澄さんと結婚されるんやけれどもここだけ妻の死を選択をされるという形ここはまあ全部紹介しませんけど北区とか中京区とか見ても基本的にはあの夫の死を選択をするという記入例になってたんです。でこれ あのまあ、なんで業績ごとにそれぞれ多分これ見,て見たかに作られた時期もおなんか記入されてる内容もまちまちなのでおそらくそれぞれで作ってらっしゃるということではないかなと思うんですけれども市として統一的になんか考えてやったというわけではなくて、えー、それぞれのお担当の方が、まあ、あ記入れてこういう感じでしょうっていうふうにお作りになった、まあ、もっと言うと証人なんかも男性男性が証人になってるっていう例が多いんですけども。 まあなんとなく作られた結果としてこういう形でなん,かこうなんとなく婚姻される方夫の死を選択をするであったりとかあの男性の方が年齢が上であるとか男性の重症を選択をされるとかおそらく深く考えるということなくこういう形で作られてしまっているということが現状ではないのかなというふうに思ったんですけれどもこのたり実際のところどうなんでしょうか。工藤 新のワークライフバランス推進働き方改革担当部長はい、えー、例えばあの記入コイン届等の記入例に関してのご質問でございます、えー、あのまあ議員おっしゃっていただいたようにまあ記入例につきましては各区でまあ作られているわけではございますがもともとのおそらく雛形というものがあるものだと思っておりますまあその中で、えー、あまり男女の方のまあ、えー、認識がなく えー、書かれているのではないかということですが、あのーまあ、過去からの、えー、こういった記入例につきまして、まあ、まだまだ現状のようにその男女共同参画であるとか、えー、そういった認識がですねあの、まあ、徐々には今変わってきてはおるところなんですけども、えーまあ、平成の時代の話であるとか今おっしゃっていただきました、えー、そういう点につきましてはやはり、あのー それほどあの男女の意識というところが、えー、しっかりあの判断されずに書かれているような部分もあったかとは思うんですけれども、まあ、その婚姻届の記入例の中にも、えー、まあ夫の氏、えー、妻の氏、どちらかを記入してくださいというようなまあ吹き書きもありますので、そういった点については現状、いて留意を促すようにできているものというふうに認識しております。片桐 これあの大事なポイントはそのどういうふうに書かれているかということと違ってそのこういうのをいろいろ作られる過程の中でその作らはる方がどれだけそのいわゆる男女共同参画の視点に配慮せなあかんかみたいなことをまあどこまで考えるそういうマインドが形成されているかどうかということではないかなというふうに思いまして実はあの今年の7月に広島県尾道市があの出産を控えた女性に送った「先輩パパからあなたへ」という手紙まあそういう中にあのまあ妻のこういう態度や言葉が嫌だった。 わけも分からずイライラするっていうようなことがあるのが嫌だったとかあの妻にしてもらいたいことで家事をしてもらいたいとかそういうのを書いてある冊子をもし予算をされる過程に送ってしまって、ね、そのことが批判の声が SNS で上がって、えーまあ、メディアも大きく取り上げるところになって、まあ、結果として妊婦さんやあの産婦さんなど子育てに関わる方々の心情にそぐわない内容であり、まあ、多くの方々を不快,不快な思いさせたということであの市長が、まあ、謝罪をされたという。 うう、事案がありました。まあ、あの、同じ広島県ですけど、あの、二千二十一年には。あの、働く女性応援欲張りハンドブックっていうだの冊子を配られて。まあ、でも、仕事とかでの両立っていうのが、その欲張りなのかっていうのは、批判を受けて。まあ、これもやはり、安定性をされるというような事案がありました。これは、その、いわゆる、悪意を持って、なんか、こう、そういう、形で作られたというよりは。あの、良かれと思って作ってはるんだけれども、なんとなく、その、発想の中が。 今の時代にそぐわれそぐわないものになってしまっているということの中で、まあ、こういった事案で起こってしまったんじゃないではないかなというふうに思うんですけれども、まあ、そういったことを防いでいくためにもあの全国の自治体を見てると、まあ、ここ最近ですけれどもあの男女共同参画の視点からの公的広報表現ガイドラインというようなものを作って、えー、実際その行政が作るさまざまな広報物であったりとか まあそういった表現の場、広告等々も含めてですけれども、いわゆるそういうどういうところに気をつけないといけないかというようなことを言って、やっぱりしっかりまとめた形で各部局で共有をしているというような例もあるようなんですけれども、現状、京都市においてこういったガイドライン作成をされているか、あ,のあるなしと、まあ、もしないのであれば、えー、どういう部分で京都市においてはその意識の共有というものを図っておられるか、その点、ご答弁お願いします。工藤担当部長 ガイドラインについてのお問い、ご質問でございます。行政機関が発信します情報につきましては公共性が非常に高く市民意識等にも影響を与える可能性がございますため言葉や表現等を含め注意をしていく必要があるものと認識しております。ご指摘のありましたガイドラインにつきましては現在、本市として作成しているものではございませんが町内の各部署が広報等を作成する際には 男女共同参画の視点に基づく文書表現等について相談いただくなどしまして、党室から適宜助言などを行っております、その他の、周知の取り組みとしましては、全庁、部、室単位で各1名任命しております、男女共同参画、真のワークライフバランス推進員、これ、121名おるわけですけれども、それらのも委員に対しまして、月1回程度、 男女共同参画の推進に関するトピックス等を記載したメールマガジン、そういったものを配信しますとともに、男女共同参画についての基礎的な知識を学ぶ講座の開催など、各種研修を通じまして、男女共同参画の理念の普及や、アンコンシャスバイアスの解消に向けた取り組みを推進しているということでございます。片木林 はいまあ、今のご答弁でいうとそのガイドラインそのものは作っていないけれども一応まあ現状の取り組みの中で周知啓発をしているので、まあ、京都市においては大丈夫じゃないかという。 ご答弁だと思うんですけども、まあ、冒頭ご紹介した婚姻届けの記入例の話もそうですけどもやっぱり改めてちょっと僕も指摘を受けてみては、まあ、そういうことは自身もあんまり意識をしたことはなかったし特にそこに課題があるということあの言われて初めてあなるほどそういうふうにお感じになる方もいらっしゃるんだなということを僕も感じた部分っていうのはあったのでそういう中で改めて、えー、市としてどういうふうな対応をしていくのがいいのかそして今後同じように 他としてもいろいろ批判を受けたみたいな候補を引しめな例がないように、まあ、そこを防ぐために何が必要かということを改めて考えていく必要はあるんじゃないかなと思ってまして、まあ、参考にあの他の自治体で名古屋市産で作成をされている男女平等三角の視点からの公的表現公的候補表現ガイドラインという中に書いてあることどういうことが書いてあるかというふうにご紹介をさせていただくとあの。 男は仕事女は家庭といった表現に繰り返し触れることによって知らず知らずのうちに人々の意識の中に男女の固定的な役割のイメージが蓄積をされていくということであったり男女共同参加者の実現には固定的性別役割分担式の解消が重要であってその上で公的機関の発信する情報っていうのがその模範的であるということが受け止められることのないようにしっかり あの一人一人の個性に基づく男女の多様なイメージが社会に浸透していく表現が大事であるということであったりまた、市が率先して男女平等参画を推進していくためにも男女が仕事や地域活動え家庭育児などともに三角し協力し合う場面を積極的に表現をすること。それから 男女の平等の表現の,の視点のみならずその表現によって不快な思いをする人や傷つく人がいないかを考えるということを多面的に検証してくださいということ、まあ、もちろん書いてあることは当たり前のことで今のご答弁の中にあったように京都市においても一定そういう今の取り組みの中でやられてるということではあると思うんですけれども。 やはりあのいま一応それがしっかりと文書化をされてえやっぱこういうことに気をつけていかないといけないんだそういう意識を持たないといけないんだというところがまあしっかり手に取れる形でまあそれは冊子である必要はないかもしれないし例えばそのデータベース的な形で各課共有をしていくということでもいいのかもしれないですけれどもまあその伝達メールマガジンでやっていることも当然、その中身に関しては一定の蓄積があると思いますので。 まあ、その時だけじゃなくて、いつでもその参照ができるような形で、一定整理をしていくっていうことは必要じゃないかなと思うんですけど、その点いかがでしょうか。工藤担当部長。はい、えー、あの、私自身も各都市のガイドライン見させていただきまして、あの議員おっしゃっていただいたように、あ。 こういうこともあるんだなというふうに気がつかされる部分もございます。えー、まあ常々、ね、あのまあ当室においてそういったことを留意は各曲区に促しておるわけではございますけれども、あの各都市のガイドラインをちょっと見比べてまして共通してちょっと触れているところがございました。で、あのまあいずれの都市におきましてもその表現について強制をしたりまあ禁止したりするものではないといった説明や。 えー、適切な表現となるきっかけ作りとして活用してもらいたい、えー、これ、もっともなことだと思ってます、えー、ただあの、一方で,です、ね、その男女共同参画の表現をちょっとあまりにもこう意識するあまり、えーまあ、発想とか表現をです、ねまあ、制限かえって制限してしまうことはないのか、まあ、そういったあと、市民目線から見ても、まあ、極端な印象を与えないか、まあ、そういったことについても注意を払っていく必要があるかというふうふに思っております。で こういった表現はまあ時々であの時代の変遷において変わってまいりますのでまあそういったことをしっかり情報収集しながらえ市民もしくはえ市内部の方に周知していくことが重要かなというふうに考えております片桐、はいまあ、もちろんあの市民の中でも多様な考え方あってそこは当然の話だと思いますし 一方で、それはあの全体からの少数かもしれないけれども一定の表現に非常にやっぱり傷つくという考えになる方もおられるまあそういったところ非常にあの行政という立場でそれを表現していく非常に難しさはあると思うんですけれどもまあ常に、ご答弁だったみたいに時代とともに求められるものというのは変わってくると思いますし。 そういった中で、できるだけねあの多くの方のそういった気持ちに寄り添いながら、やっぱり正しくこういう目指すべきその男女共同参加社会に近づけていくために何が必要かということで、どういった形で、長男の表現についても、首都率図っていくのがいいのか、さまざま方法はあろうかと思いますけれども、研究をしていただいて、しっかりと取り組みをしていただきたいなと思っておりますので、その点をお願いいたしまして、質問を終わります。ご答弁あれば よろしいですかはい。えー、では、えー、この件に関連した他にございませんかなければ以上で文化市民局を終わります理事者お疲れ様でした次の子ども若者育み局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願いますそれでは子ども若者育み局の理事者が参りますまでしばらくお待ち願います それでは、子ども・若者育み局関連の付託議案審査を行います議第120号から125号及び133号指定管理者の指定についてほか6件以上7件を審査いたします審査は議案についての説明を一括して聴取した後関連する議案ごとに質疑を行うことといたしますそれでは理事者ご説明願います寺沢育み創造推進室長直接してご説明くださいありがとうございます それではの本司会で文教育み委員会に付託されました子ども若者育み局関連の議案について議案説明資料に基づきご説明いたします、えー、恐れ入りますが議案説明資料ナンバー1の議43ページをご覧願います議第120号から議 125号までの指定管理者の指定についてでございます。地方自治法第244条の二第3項の規定により、京都市、北白川児童館ほか5施設の指定管理者として以下の団体を指定し、その管理を行わせようとするものでございます。またお手元に配布させていただいております委員会資料には、各施設の所在地、指定期間、指定管理者の概要、事業計画及び収支計画の概要、 各指定管理者の役員名簿を記載させていただいております。なお、指定管理者については、学識経験者等で構成する、京都市子ども若者育み局指定管理者選定委員会において、応募団体の概要や事業計画等について、総合的に評価し、選考を行いました。続きまして、議69ページをご覧願います。議題133号、訴えの提起について、裁判所の和解を含むでございます。 1>, 1、相手方でございます。相手方は資料に記載のとおりでございます。2、訴えの定期理由でございます。相手方に対し、法律上の原因なく受給した児童扶養手当相当額の金印の支払いを請求しましたが、返還に応じようとしないため、本市からの支払い督促の申し立てを受けた裁判所が、 相手方に支払い督促を行ったところ、これに対して相手方が適法な督促意義の申し立てを行ったことにより、本市の支払い督促の申し立て時に訴えの提起があったものとみなされたためでございます。3、経過概要でございます。相手方は児童扶養手当法第4条第1項第1号法、および児童扶養手当法施行令第1条の2第1号の定めるところにより、 父が引き続き1年以上、遺棄している児童を看護する母として平成20年4月以降、本市から児童扶養手当の支給を受けていました。相手方は平成23年10月23日から男性と同居し、事実上の婚姻関係となり、相手方の看護する児童が、 当該男性に養育されることとなりましたこのため相手方は同法第4条第2項第4号の第4号に該当することとなり平成23年10月23日付で児童扶養手当の受給資格を喪失しましたしかしながら相手方は受給資格を喪失していたにもかかわらず同年11月分から平成26年3月分までの児童扶養手当を受給していました。 本市は相手方に対し法律上の原因なく受給した児童扶養手当相当額である134万5330円の金印の支払いを請求し、以降を繰り返し支払いを求めていたにもかかわらず、相手方は合計金1万円を支払ったのみで、残金133万5330円の支払いに応じておりません。これをそのまま放置すれば、本市の再建回収に一律し支障が生じるため、本市は 令和5年9月に民事訴訟法第383条第1項の規定に基づき、相手方の普通裁判席の所在地を管轄する裁判所の裁判所書記官に対し、相手方に当該児童扶養手当相当額からすでに支払われた金額を差し引いた額である133万5330円の金印および支払い督促の手続きの費用の支払いを命じる旨の支払い督促を申し立て、当該裁判所書記官は相手方に対し、支払い督促を発しました。 その後、相手方が当該支払い督促に対し、適法な督促意義を申し立てたため、民事訴訟法第395条の規定により、 本氏が支払い特則を申し立てたときに裁判所に訴えの提起があったものとみなされることとなりました。そこで当該訴訟を継続し、または裁判所の和解を行おうとするものでございます。なお、裁判所の和解は、相手方が本氏の請求額の全額の支払いを約束する場合に、支払い方法について譲歩するものに限り行うことといたします。議案につきましては以上でございます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 それでははじめに議題120号から125号指定管理者の指定他5件以上6件につきましてはいずれも指定管理者の指定に関するものですので一括して質疑を行いますそれでは質疑のある方挙手願いますはい山本副委員長どうぞあ,す,あすみません失礼いたしました北尾委員どうぞ失礼いたしました 北尾委員、よろしくお願いいたします。えー、指定管理者の指定について。 主に児童館について質疑させていただきたいと思うんですが私も数年前産後というのもありまして児童館には大変お世話になりました、まあ、子どもの発達についてや、まあ、子育ての悩みさまざ、あ、まなことを児童館の先生方に相談に乗ってもらいましたで、まあ、親子の交流の場としても、まあ、子育て中の方にとって大変支えになっている存在だと思います、まあ、そして子どもが小学校に入学してからも 学童クラブでお世話になる児童館でして、児童館は京都市の様々な子育て支援に関わってくださっている非常に重要な存在であります。小学校に入学する際には、保護者の方々は働き方に悩み、放課後や長期休暇の子どもたちの過ごす場所を選択肢の一つとして、学童クラブが候補に挙げられます。 まあそのあのこの学童クラブに関してなのですがまあ,あそこの学童はとても熱心らしいとかまあうちの学童はあんまり良くないからまあちょっと割高な民間なあの学童に生かそうかなとまあ悩んでいるという声をさまざまお聞きしますまあ地域によって学童クラブに差があるということがまあ現状にあるかと思いますまあ子育て支援拠点に関してもしっかりですでまあどこの地域でも平等に一定の質を担保する必要があると考えます 指定管理の指定や選定をする際に、えー、児童館の現状を把握し今後のサービスの質の向上に努めるべきですが、まあ、現在は選定委員が審査されておりまして、まあ、この審査結果の注釈にです、ね、応募団体の経営状況やサービスの質の格付けを意味するものではないと記載があるんですが京都市はどのようにして経営状況やサービスの評価をされているか教えていただけますでしょうか。 西尾育み創造推進室監査担当部長、はい。指定管理者選定委員会における応募団体の経営状況等々についてのご質問でございます。はい、指定管理者選定委員会の方では、事前に現在の運営団体の経営状況、それから管理体制等々、法人自体の 実績、それからまあ方針、こういったものと、それから今後、この施設を管理を、運営を担うにあたっての事業計画、そしてそれの必要な資金計画、収支の計画、このようなものの2本立てでもって、申請をご提出いただきまして、選定委員会に関しては、その大きく2つについて、36項目でございますけれども、審議をさせていただいて、 最終的に評価点をつけ、それから選定委員会の意見ということも含めて確認をして最終的に選定をいたします。北尾委員、ありがとうございます。まああのそれではですね、この経営状況やサービスのまあ質の格付けっていうところは、京都市としてまあどのようにまあ今こ評価されているのかというところ教えていただけますでしょうか。あ、挙手して願います。すま西尾担当部長。 はいえーまあ、経営状況の評価の格付けということになりますけれども、えー、具体的な、まあえー、評価項目で言いますと、えー、例えば、えー、これまでのです、ねえー、収入と支出、赤字、黒字ということの実績を、えー、いわゆる財務諸表等の数字の添付情報をもとにです、ね、数字としてご報告をいただきますし、これからの事業計画の方につきましても、 今後4年なり5年の事業計画人件費や事業費に分けてですねどのような配分で行っていくのか当然そこには職員体制も含めて根拠資料を含めてですねご提出をいただきますので,でその内容が選定委員会の方では申請団体が事業計画としてやろうとしていることときっちり整合しているのかやろうとしていることがその 資金計画なりも含めて、きちり担保をされているのかと、こういうことについて審査をするというやり方をしております北尾。北 ありがとうございます。あの運営や経営に関しては、そうやってまあ審査されているというところだと思うんですが、まあ、サービスというところに関しては、やはり利用者のアンケートがまああのあのとても重要になってくると思うんですが、この選定委員会の方々からの意見のところにも、利用者アンケートに関しての内容がございまして、この利用者アンケートというのは、いつ集めておられるのか、教えていただけますでしょうか。西担当部長。 はい、利用者アンケートということでございますけれども、えーまあ、指定管理の、えー、管理団体におきましては、指定管理者施設である以上、えー、常から利用者のお声や意見というものをしっかり拾っていただいて、かつそれを実際の運営の中で反映していくということが、これは求められるものでございます。 運営団体によってですね年に2回であるとか3回であるとかまたその方法もアンケート方式もございますし日々の利用者、保護者児童との関わりの中ででさまざまなご意見出てくることに対してどのように対応するかということも含めて日々積み重ねがされておるわけですけれどもそういった点について提出書類の中でですねしっかり述べていただいてそれを選定委員会の中で審査をしていくとこういう形をしております。 北ありがとうございますあのそのアンケートのまあ対象者に関してはえ保護者の方と児童の方両,両方にアンケートを取っているのかというところとあと子育て支援のご利用の方にも取っているのかというところを教えていただけますでしょうか。西尾担当部長 はい、えーと、アンケートの方式で言いますと、えー、提出書類の方を、えー、確認させていただいているころに読みますと、今ご指摘いただいていました通りり、えー、確かにあの乳幼児と保護者クラブですね、えー、こういった向けのアンケート、えー、それから、えー、いわゆる自由来館事業ですね、はい、中高生とかも含まれますけれども、自由来館事業のこれは子どもたちからのアンケート、えー、さらには、えー、学童保育 ですね、こちらは保護者にお伺いするということで、まあ、それぞれ利用者の、えー、種別別にです、ね、アンケートを用意しているというようなパターンが多いかなというふうに思っております。北 ありがとうございます。アンケートに関してあのたくさんの幅広く取っていただいているというところですごいあの安心したところなのですが、まあ、選定員の方からの様々、まあ、ままなご意見が出ておりまして、まあ、ここにも記載がございましたが、あの職員の方への共有をあのしていくべきだというところとか、あとは、まああの まあこのご意見に関してのまあ今後の取り組み内容の計画にまああの反映して実施しているのかというところをまあ京都市として確認しているかというところをあのお聞きしたいのとまあその,あの,この職員の方に今後、共有してほしいというまあ意見とかも出ていますのでまあ今後それを京都市として確認とかをしていくのかというところを教えていいたただきたいです尾担当部長、はいまあ、アンケートの件も含めまして、まあ、利用者の意見ですね。 をどのよううにお聞きしてそれをどのように反映しているかということが重要かと思いますのでその辺の基本的な考え方や具体の取り組み内容とまた実際に実績としてどのような形で意見とか満足度とかを把握をされていてさらに それを具体的にサービスにどのように反映しているかということを、まあ、あのいわゆる申請書の中で3つしっかり書いてくださいということでしっかり指定をさせていただいて必ず全部記載をしていただくようにしてございますのでそのあたりをです、ね、選定委員会の中でですねきっちり、まあ、反映をしていく確認をしていくわけなんですけれども今ご指摘いただきましたようにしっかりですね意見を定期的に把握して 報告を本市にも報告をすると、それから、まあ、利用者の声を意見に生かしていくということは、選定委員会の資料の中でも結果から伺いえますし、選定委員会の,委員の方意見の方もですね、うも、そういう利用者アンケートとか、地域の方々の評価とか、そのをまをすぐに職員間でその日の日に共有をする。 そして、日々の運営とかサービスにつなげていこうということで、取り組まれている書類を確認をできてございます。そして、そういったことも含めて、ですねさらに選定委員会の方では、そういった声がさらに現実のサービスに生かされるようにということで、こういった観点からアプローチをしたらいいんではないかと、こういうような意見もいただいておりますので、その辺をきっちり審査結果だけではなくて、ですね選定団体の方にはですね、 そのコメントも合わせて報告をさせていただくということでございます。ありがとうございます。まああのご利用者のあの方からのアンケートに関しても、選定委員会のご意見に関してもあのご答弁いただきましたので、ま今後もあのしっかりとサービスの向上にまあ,あの。 あの、務めていただきたいと思います。まあ、保護者の方々は、情報に敏感であり、まあ、子育てする環境としてより良い場所を探しております。まあ、口コミですぐ、そういうことも広がりますし、まあ、京都市の学童クラブや子育て支援拠点がより良いものとなり、まあ、京都市で子育てしたいと、子育て世帯を呼び込むきっかけになる施策になり得ますので、学童クラブや子育て支援拠点のサービスの底上げは必須なことだと思います。 児童館の運営に関して京都市としてもお力を入れて取り組んでいただくことを要望して終わりますはい、えー。それでは次に山本副委員長どうぞ山本副委員長、はい、よろしくお願いします えー、あの先ほどあの北委員からもお話ありましたようにあの学童クラブでは、まあ、子どもたちがあの小学校1年生からお世話になって兄弟もお世話になって、えー、そういう、まあ、家族のおこういうねあの構成のこともちゃんと分かってもらっていろんなアドバイスをしてもらったり関わりをしてもらったりと。 本当に私も子育てしていく中で学歴に本当に頼りにしていた先生たちでありました。まあ、こういうい先生たちが本当に 安心して、安定して、えー、学童保育児童館事業を続けていただくっていうそのためには、ですねやはりこの間、あの指定管理のこういったあの議案が出てくるたびに指摘はさせていただいているんですけども、あの5年ごとのね、こういう選定ということでは、あのと本当に不安定な状況を作るというふうに思っています。あの実際あの今回 6施設の提案の中でも3つが非公募で,であと3つが応募団体が1事業者ということでありまして実際には非公募のような状況がありますしまた資料もいただきましたこの間児童館に関わる指定管理の選定において平成29年から 対象施設115施設の選定を行っておられますけれどもそのうち競合があったのは11施設11回ということで、まあ、ほとんど115施設の選定の中で非公募または一事業者の応募という実態になっているということですので、まあ、こういうこの事業の中身からしてもまた実態からしても あの継続的に安定して地域や子どもたちに関われるようにするためには少なくともあの児童館事業などは非公募非公募にしていただくことがいいというふうに思うんですけどどうでしょうか。西川担当部長。はい指定管理者施設の非公募の件でございます。はいあの指定管理者制度につきましてはまあ公の施設ということでございますのでいわゆる。 公共施設としてですねその設置目的があり、その責任を果たすという前提のもとで、民間事業者が持っている、まあ、専門性とかノウハウですとか、柔軟な対応とか発想とか、こういったものを取り入れることで、ですね市民サービスの向上、経費の節減、こういったものを図るということで、施設の設置目的が より効,率効果的に図られるようにということで実施をしてございます、まあ、指定管理者公募は基本的にはそういう期待できる効果がです、ね、最も期待できる事業者をまあ選定しようということでございましてそういったことから条例の規定の方で指定にあたっては原則が公募非公募は例外的な取扱いということでございます、まあ、あの今回、非公募とした3施設ございますけれども まあ公募を置かないことのえまあ合理的な理由がある場合に限って、市、業財政局との確認をして、それから選定委員会の方でもえ審査をいただいた上で非公募ということでございます山本副委員長。はいあのー、まあ指定管理者制度のまあ言われたような目的が、大きくはあの住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するための施設。 公の施設についての管理でありますから、やはりその事業について、住民の福祉を増進するには、何が必要かということからね、考えていただくことも必要だと思います、こういった事業の性質からすれば、子どもたちへの福祉的な関わりも求められる事業ですから、この非公募の条件の中に、例外的なところにね、加えられるようなことが、私は望ましいというふうに思います。 あのぜひ子育て支援、の複雑化あのしている中で家庭の環境も複雑化している中で、えー、そういった状況に、ね、対応できる、えー、児童館学童保育事業ができるようにあのぜひあの非公募にできるようにしていただきたいとはあの求めておきたいというふうふに思います。 でこういった指定管理者制度の,あの実施につきましてはあの、この間ずっと続けられてはきておりますが、これがまあどのようなあの効果を生じているのかということで、えー、東京都の杉並区で、えー、検証調査が行われています。 まあの指定管理者、あの事業者の皆さん、えー、その中で指摘をされておりますのは、地域活動への参加や、地域団体との定期的な懇談、地域のつながりの視点が大切にされていると。 いう、ね、ことも言われておりまして、えー、この京都市、この児童館等に当てはめてみれば、えー、指定管理者の事業者の皆さん、その,その事業以外にも、まあ、子ども食堂とかね、えー、障害のある児童のための介助者派遣とか、まあ、フードドライブ、学習支援、地域団体、学校との連携なども行っていただいているということでね、書かれておりますので、えー、同様に地域のつながり、しっかり視点を持って大切にされているというふうにお見受けをしました。 でさらに進んで杉並区では、まあ、こういう状況を見て、指定管理施設における地域住民の参画で、えさらに地域共生社会の実現につなげようと、えー、杉並区としても施設設置者として、えー指、指定管理者とともに施設の管理運営を行う自覚を持ち、 指定管理者との積極的なコミュニケーションを取って、互いに理解を深めていくということが重要だというふうに述べられているんですけれども、京都市としてはどのようなスタンスで関わっておられるでしょうかどちらが答弁されますか、西尾担当部長。はい、指定管理者施設における地域とのつながりといったことでございますけれども。はいあの、まあ 指定管理施設、初めに申し上げましたとおり、公の施設ということでございますので、まさに行政として、ですねその施設の設置目的に沿って、 その施設が効果的に生かされているとこういうことを目指すものだというふうに思っております。まあ、あの指定管理の選定プロセスの中で言いますと地域との関わり地域貢献あるいは地域との取り組みといったことに関しては1項目を掲げてですねどのような考え方のもとそれから実際に具体的にどのような取り組みをされててどのような効果があるかといったものをまたこちらも申請書に書いていただいてそれについても選定 委員会で審議をしているということでございます。えー、まああの、えー、行政としてですね、えー、と、えー、まあ責も、えー、果たしつつですね指定管理団体とともにですね施設の設置目的が確実に達成されるようにですね取り組んでまいりたいと思っております。山本副委員長。はい。はい あのぜひああのまあ、行政としてもしっかり見ていただきたいと思いますのはあのそういったね効果を生かすための,あの事業が行えるようにということで、えー、杉並区の検証調査では、えー、満足度の高いサービスを安定的に提供していくためにも、えー、従事者の皆さんの雇用の充実ということが言及されています。 具体的に調査をされますと杉並区の調査結果では指定管理者施設の従事者のうち75.5%が正社員以外の従事者であったということで安定して働いていただくためには希望する従事者の方非正規の方は正社員に移行するということへの支援も検討しているというふうに明記をされています。まあ、こういった働く皆さんの あの条件ということでは、まあ、本県児童館学童クラブの職員については、本当にあの処遇の,あの低さということが、改善が求められておりまして、えー、このことをまあ今回もお聞きしたいんですけども、あのまず職員配置について、児童館学童クラブ、どのような考え方になっているのか、あーそして、各児童館について、えー、今回のこの議案の分についてですね、 えー、クラス数と職員数ということではどうなっているのか、あの教えてください塩山部長、はいえー、とまずあの、えー、職員配置についてはあの、まあ、児童館の授業で申し上げますと、あのまあ、施設の規模によるんですけども、まあ、4名、もしくは5名。 という形でなってますであの、まあ、その雇用に関してはこれ各運営団体でやっていただくということになりますんで、まああのでその中でその必要な人員を満たしてもらうということでございますで、えっと、今回の、えっと、指定管理の,あの、えっと、職員数なんですけど各児童館ごとの職員数でよろしかったですかね、えっと、それについては北白川児童館が16人、えっと、修学院が6人監修児童館が6人 七条第さが十六、慶徳が十という形になっております。山本副委員長、はい、ありがとうございます。まあそういったあの職員の皆さんたちがあ本当にあの生活できるようなまあ処遇も行っていていただいているかということでもやっぱりあのあの重要だというふうに思うんですけども、えー、まあ例えば北白川児童館のあの。 収入の合計ということでは、まあ、1年間で4000万円ということではね、あの書かれているんですけども、先ほどあの3クラスで16人雇用されるということでありました、これ、あの人件費比率というのがどれぐらいになるかとか、あとはですね、あ頂い,いた資料の中には、あの、えー 京都市児童館指定管理料の算定根拠、算定基準というのが、ね、あの京都市にはありまして、えー、その各職員の方の、えー、給与の,あの基本給とかの、あの表が、ねえー、給与モデルが書かれているわけですけれども、まあ、こういうことが、まあ、ちゃんと適用されているかとか、確認をしておられるんでしょうか。はい、塩山部長、はい、あのこのののの指定管理のちょっと資料の方の あのえー、手術の部分についてなんですけども、あのこれ、ちょっと各事業所の方であのこで出していただいているものになりまして、あのまあえー、と京都市の委託料の3点もそうなんですけども、あの一部、学童クラブで、あの児童数が増えた場合に職員加算しないといけないので、それをこう事業費として渡したりとかもしてますんで、あの必ずしもその、 各運営団体でその事業費として支払われている額がこの人件費の中で賄われているかというとちょっとひょっとすると事業費の中から出している部分もあるかもわからないのでちょっとこの資料だけでは判断ができないというのがございます。であの、まあ、あのこれ各えー、と 職員の,その給与に関してはこれ各運営団体の方でこで決めていただくということになるわけなんですけれどもあの京都市の方ではあのまず児童館全体の分としてはあの正職員の見合う分の委託料ということであの規模によるんですけれどもまあ4名ないしは5名分の。 委託料というのを出させていただいてまして、まあ、あの実績の部分で申し上げますと、あの毎年実績報告は求めてますんで、まあ、その中でその人件費であったりとかいうことについては、報告を求めているという状況でございます。 指定管理、他のね、あの指定管理事業について、まあ、こういうのものはすべてあるというふうにはあの思ってなかったんですけれども、この児童館については、このあの給与票などが、まあ、規定もされて、指定管理料が算定されているというのは、これはあのどういう経過でこういうのがあの作られているんでしょうか。山部長 まあ、あのこれ学童クラブ事業に関しましては、やっぱりあの職員の人件費っていうのがこう大きく占めるっていうことで、まあ、そこをあのしっかり確保するということで、まあ、一定その、えーとえーまあ、一定、票を設けて、ですねそれに基づいて人件費を算定しているという状況でございます。山本君長はい あのまあ、今、もうすぐ裁判の判決は出ますけどもあの学童職員の皆さんたちとああいろんなあの交渉する中で、まあ、こういうあの給与の保証もねあの指定管理料の算定基準ということであの出てきているということなのではないかというふうにあの思いますであの本当にそれを見せていただくとねあの初任給の,あのお給料はじめの1号給のところは、まあ、15万9550円ということでね あのやっぱり児童館の方からあの若い人たちの給料がね本当にあの低くてどうにかしてあげてほしいというお声がやっぱり行くたびにあるんですけれどもあのこういうあのまあ基本給の低さに表れているんだというふうに思うんです、まあ、昨日はあの教職員の給与について議案も審議がありましたけれどもあの教職員は大卒で25万円というようなねことも議論もありました。それからら比べたら本当にあの 学童職員の皆さんも同じように子育て支援に必要なあの方で本当にあの役割を果たしていただいているで若い人たちがあの本当に頑張ってこの学童指導員やろうというようなね思っていただけるようなあのお給料なのかということは本当にあのあの見ていかなければならないし本当に給料を上げていただくということがあの必要だというふうに思うんです、まあ、こういうこともちゃんとあの関われるのはやっぱりこういう算定根拠を持ってね あの公表していただいてやって来ていただいているからだというふうに思いますし、そのことによって、えー、学童保育の児童館の質が上がっていくんだというふうにあの思います。えー、先ほどあの実績の報告はしていただいているということではありましたが、あのそれがこの えー、給与表の,あの額を下回るようなものかどうかとかね、そういう最低的なところをちゃんと確認していただいてるかとか、そういうのは見てあのちゃんと指摘あの、見て確認していただいてるんでしょうか。山部長 はい、あの各職員の働かれる方の,その給与はじめ処遇に関してはこれ各運営団体の方でやっていただくものだというふうに認識していますのでその中で決めていただいているというふうに我々は認識していますであのそういうものですのであくまでもこれあの、えー、と資料でご提供させていただいているものについてはこれ委託料の算定にあたっての、まあ、算定基準になりますので必ずしもこの通り。 その職員の給料がなっているかどうかというところは、京都市としては確認をさせていただいてないです。山本副委員長。はい。あの本当にあの、指定管理者の、まあ事業者で働けられている皆さんの。あの雇用、の処遇の条件というものは、やっぱりそのサービスの質に直結していくということだと思います。あの杉並区では。 指定管理者、先ほども言いました 75.、75.5%が正社員以外の従事者となっているということを踏まえて、正規と非正規の処遇の格差というののね、課題の解決ということがまあ念頭にあの対応されていることが謳われています、杉並区では、公契約条例にも規定されているということで、行政の関わりもできるということがあの明記をされておりまして、 まあ本当にこういった点はやっぱり京都市に公契約条例、賃金条項の明記があればあのしっかりそこの根拠を持って行政が関われるようになるというふうに思いますのであのこれはですね、この考え方を今見てみるとねそのアメリカでもハリウッドの俳優組合が長期のストライキを刊行しましてね先日、妥結をしましたでアメリカではこういう労働者の権利行使まあ欧米はそうですけども 一目置いてますねでそのような風土によって賃金の引き上げを実現してるんですよね。で私びっくりしたのがあのバイデン大統領が、ね、自らあのローソンを支援する政治的風土が賃上げを実現させて経済を活性化に結びつけてきたんだというようなね、その,ロローソのストライキを後押しするそういう発言をしているんですね。まあ、そうやって他の国々は ああのアイスランドででもそうですねあのストライキとかをして賃上げを要求する男女の賃金格差の是正を要求するそのことによってこう引き上げていっているわけなんですねでこれ京都市で見てみればやはり長年労使の交渉で学童保育の職員と賃金をしっかりと交渉して合意してきたのはですね 労働者に賃上げの機会を保障してもってサービスを向上させるという先進的な私は努力だったというふうに思うんですあのこのようにまあ欧米の事例でもまあ見えてきているように、ね、このことをむしろなくしていくという方向ではなくて やはり指定管理者の従事者の皆さん、学童保育の職員の皆さんたちの処遇も、京都市がしっかりと最後まで責任を持つということで、サービスの質の向上につながっていくような、そういう取り組みを進めていただきたいというふうに思いますけど、どうでしょうか。山部長、はい、あの私ももとしましまても あの児童館学童クラブ事業の従事していただくその職員の方のその処遇の改善をしていくということは重要なことだというふうに考えていますで。その上でなんですけどもあのこの職員の個々の,その処遇の改善給料のことに関しては運営団体の方でお決めいただくことであってあの我々としてはその,あの処遇改善運営団体でやっていただくのに資するようにその委託料をしっかりと確保していくということがあの重要だというふうに考えておりまして、まあ、あのこの間の,その国の,あの処遇改善事業の活動 必要であったりとかまあそういったことであの委託料の増額ということをあの取り組んできたというところでございます山本副委員長ありがとうございます最後ですあの公契約条例に賃金条項があるかないかというのはあの市民の払っている税金がちゃんとその公の事業に従事していただく方にえちゃんと給料が保証されて回っていくかっていうそ,そこまで行政の責任ということでねあの果たすことなんだということがあの や,やられているところではちゃんとやられているわけですよね、そしてそのことによって、ちゃんと経済を回していくということにもつながります、なので、あの事業者のされることだということではなくて、えー、公契約条例に賃金条項を明記するということの効果もぜひ考えていただいて、あの検討もしていただきたい、このことを求めて、質疑を終わります、はいえー、ではまもなく12時となりますが、このまま質疑を継続いたします。熊沢委員どうぞ まざわいん。お願いいたします。あの、確認をさせていただければと思うんですけども、今回、あの指定管理者の指定ということで。まあ、五つの児童館があるということですが。この指定管理者の、これ。期間は、えー、あるんでしょうか、設けられているんでしょうか、ちょっと教えていただければと思います。石尾担当部長。はい、えー、指定管理の期間でございますけれども。ええー、児童館につきましては。 ま年間というものルールは4年ということではありますけれどもやはり児童福祉施設ということで利用者との関係性こういったものも重視をしながらですね4人より1年延ばした形での期間というものを設定をしておりますで一方今回非公募施設というものが児童館の中に2つございますがこちらについては非公募であると。 いうことも鑑みてですね市のルールにのっとって原則通りの4年という形でしておりますマサインはいありがとうございます、えー、今4年が通常であるけれどもこの児童福祉施設においてはまあ5年であるということでありますでこのどうでしょうか まあ今おっしゃったようにやっぱり人と人とのつながりっていうこともやっぱり信頼関係もしっかり大事になると思いますので、まあ、そういうあの1年多いという部分もま理解をしますでこの5年目以降の継続まあ分かりやすく言えばすごく良かったと経営面もまたこの地域の信頼性もすごく良かったというようなそういう評,判評価がすごい高いという地域の中でされてたこのところも またこの振り出しと言いますかですね、まあ戻る形になるのかまあ一方でまあ六年目七年目となっていくのかちょっとその辺の形だけ教えていただければと思います。西尾担当部長。はい、えー、まあ指定管理期間が終わった後の、えー、改めてということでございますけれども、やはりまああの指定管理者制度をの中で、えー、まあ。 やはり設置目的が思ったとおりに達成できているのかというのをやはり定期的に確認をするということでやっておるわけですけれども改めて4年なり5年の節目でそのあたりをもう一度確認をさせていただくと。 選定へのポイントにつきましては、これからどのような事業計画をされていくかだけではなくて、これまでどのような実績を上げているかということも含めて、選定の中で、審査の中できっちり確認をしていきますので、そういった部分については評価をされているんだろうというふうに思っておりますマザインいますちょっとあの細かいですが、逆に途中で打ち切りになるケースが、ケースもあるんでしょうか、想定されるんでしょうか、どうぞ。 筆者担当部長。はい。ええー、まあ子ども若者の外国務局の指定管理の指定実績の中では、途中でええー、まあサービスを終了するという実績は今のところございません。馬さん。はい。ありがとうございます。あのいずれにしましても、まあ地域にしっかりと根付いてというか、やっぱりこう声を聞いて信頼をしっかりあのされて、えー、本当にあの。 その施設自体がですね、まあ、地域にしっかりと重要な役割を果たしていくということが本来の目的を果たしていくということが大事だと思いますので、あの改めてちょっと確認をさせていただいたところでございます。あのまたよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、えー。それでは他にございませんか。はい、トミンどうぞ。 もう時間のないので簡単にさせてもらいますが、あの子ども真ん中社会で、えーまあ、かじつまの保育園の話とかですね、まあ、いろいろ出てるんですが、今回のこの指定管理者の選定にあたって、政府が言うております異次元の子ども政策についてですね、この選考選定委員会の中で、特にこの件に関して、 今までとは違ったです、ねえー、見方で、えー、されたあの選考の過程にあたって、えー、この子どもまん中社会ということをその意識して何かこう変化があったのかないのかそれともう一つは今後ですねこの私どもは子どもまん中社会ということになりますと おこのお学童保育ですとかね、この児童館のあり方も、やはりやっぱり変わっていかざるをえないというような気がしてるんですが、これもやっぱり、えー、中核施設だと、このような認識をいたしてるんですが、この点について、この2点、お聞かせください西尾担当部長あ、失礼いたしました、福井こども若者保護組局長。 すみません。あのちょっとあの今二点質問いただきました。最初はあのまあ子ども真ん中社会という観点でまあその審査の中で。 どういうふうに、まあ、取り扱いしているかということでございますが、あの基本的に、まあ、具体的に、例えば子ども真ん中社会のうんぬんというような項目があるわけではございませんけれども、当然、あの審査をしていただいているあの付属機関の先生方につきましては、まあ、子ども家庭庁ができた、それから、えー、国の大きな施策として、子ども真ん中社会という実現という、まあ、そういうあの状況あの、社会情勢があるということは当然ご理解をいただいております。そ、まあ、そののの中中中でで各項目にれれぞ子真ん中社会への実現という 観点というのは、それぞれの委員の皆さんの中に持っていただいていると思いますので、それが具体的な何かの評価につながっているかというのは、ちょっとなかなか、私どもも今、なかなか申し上げにくいところではございますけれども、今、富井先生おっしゃいましたような、こどもまん中社会の実現という観点というのは、非常に重要な、指定管理の選定においても、 特に児童福祉施設の指定管理者、選定する際には非常に重要な観点だと思っておりますので、今後ともその観点について、私どももまた審査の基準といいますか、審査の内容等についても、今後しっかりと検討していかないといけない課題だと思っております。もう一つ、おっしゃいました経につきましては、児童館の中核的な施設というのは、児童館、学童クラブと京都市は一元化でやっておりますけれども、 乳幼児期の子どもさん、あるいは保護者の方、それからまた中高生のそういう自由来館の制度という、非常に幅広い子育て、子どもに関わる施設でございます、保育園、幼稚園というのも非常に重要な施設として認知されていると思いますけれども、児童館も京都市においては非常に数もございますし。 あの非常にこう重要な施設だと思っておりますので、まあ、その,あの位置づけについてあの市民の皆様方にも特に子育て世代の皆様方にもしっかりとあの周知をしていく必要があると思いますしまたあの実際に携わっていただいているあの関係者の皆様方にもその意識はしっかりと持っていただいておりますのであの今後ともあの子育て世代についての,あのそういう情報発信とあるいは相談機能というのをえに充実させていく必要があるというふうに認識しております。都民 あの本市ではですねあのまあ保育所の待機児童ゼロそれから、えー、学童保育のですね待機児童ゼロずっとまあこの連続でされてまあ指定都市ではトップということになってるんですがやはりあの私どもはねやっぱり今回の,あの子ども家庭庁創設,設立にあたってねやはりあのこの児童館 で学童保育の方にも、やっぱり子ども育組局として、しっかりとですねあの、この意識を変えていく、そしてそのためにはね、やはりやっぱり人件費なんですね、私、結構ねあの、学童保育の施設長さん、まあ、あのと結構親しいんですよねで、いろいろ話してます、やっぱり困ってますね。でもう少しやっぱりあの お当然、国の方も考えてほしいけれども、京都市の方も考えてほしいという声は聞いております、しかしそれは別に不満の声でもないんですが、ただ、これからはやはりあのこの選考委員さんの選定委員さんですか、中でもそういう意識をですねぜひ持っていただきたい、そしてまた、やはりあの持続が可能であるように、ずっと持続できるようなね、体制をやはり絶えず人が変わるんじゃなしに、先ほども、 えー、その、えー、なんていうんですかねあの正、正社員ですかね、正社員と非正規の方っていうこの、非正規の方がかなり多いということなんですが、しかし、これからはそ,そんなことは言ってられない状況になろうかと思いますので、まあ、その辺も含めて、ぜひ、子どもが各局として、ぜひまたあの考えていただきたいと思うし、また今後、 あの選考にあたってですね、やはりあの選考委員さんの方にもあの皆さんの方からぜひそういう意識を持った上での選考にかかっていただきたいということをあのぜひ言っていただきたいとこのように思います。以上です。終わります。はい、えー、この件に関しては他にございませんか。なければ質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。再開は午後1時10分といたします。